タイルが浮いとるか浮いてないか打診検査です。こういう打診棒っていうのがあるんで、うん、浮いとるとあ合わせると気持ちは気持ちはこれ聞いてないお前全然聞いてない。なんかカメラ目線95とか見てない。それがまた面白いと思って出たと可愛い可愛い路線狙っとんまず案外こういうやつ。これ分かるもん。そんな目でしくないですよ。お、ヘルメットかぶっとるやん。はい、なんだ武者現場なんで。お前背が高いもん取れんのお前の高さはそうと思うとちょっとこういう感じになっちゃうのじゃあ俺の方が高いところを見た。しかもちょっと低いもんね俺この高さで取らんとかちょっと手が偉いなお前取るのはお前やっぱでけえな。身長いくつ。1センチ縮んだんで180です。180センチがでかいな。本日は何あの現場のタイルの検査ですね。タイルの検査、はい、あ、まあ、検査雨漏りしとるっていうあれがある。今これ現状何ちょっとまあお店だで1日で終わったんじゃないだろうかな。いや、変わってますね。 LC だもんね、結構この白いのが全部そうだな。そうです、ラインが入ってるのが。で、今シール割って塗装の三谷さんもんだろ。三谷さんもいます。あ、で、何をこっちに教えたの。タイル、結局足場組んで、うん、今回タイルやらないって話なんですけど、うんうん、まあ、タイルが浮いとるか浮いてないかの、うん、まあ、打診検査です。あ、三谷さんおるじゃん。あの打診検査をやっとるんです。ちょっと、おー、強いです。おはようございます。これが大盛況だったね、あの動画。あ、そうですね、評判良かったですね。はい、コメント欄見ました。ちょこっと見ました。ほんと、めちゃくちゃ良かったね、あれ。まあ、指名があれば、うん、おかげさまで、結構喋れるでね。喋る塗装職人喋る、結構喋ってるな。ショーより喋る上じゃないですか。ショーが営業、ちょっと喋れないんで、ね、すいません、ごめんなさい。こっち側でさっきやってたんですよ。うん、三谷さんもない打診一緒にやったの。あれ、今日ありますあれ。はい、あります。打診、いや、あれ、足、あ、足はもう、あ、ないですか。あ、終わっちゃいました。足でかい。いや、なんか、あの、足の方にさんに何それ、何それ。いや、片付なくても、足に装着して、うん、そうです。そうなの、そうなの、元の買ったんですよ。そう、試しにやってみたんだ。怖くない。ちょっと怖いですけど、脚立をこうやって移動して登り降りするよりは急出たみたいなもんだ。こう手で押さえながら竹馬みたいな。竹馬の足、内装屋さんとか結構やっぱそれやってますもんね。そうですね、すごい。内装屋さんの見てこれは使えると思って。究極だね。もう何ていう名前でしたっけ。スティルト。スティルト、はい、名前です。そんなんだ。へえ、今ね、もっと配りもないですか。ないですね、ちょっと結構でかいんで両足だ、両足分であ、ちゃんとこの時しっかりガチャってなっとんだ。そうです、はい。いくらしたんですか。2万円高っマジ。あ、じゃあしっかりしとんの。結構スチール製みたいな、アルミと物は見たことないですよ。あ、本当。結構動画とかで内装屋さんが使ってる人がいるんですよ。あ、本当。脚立移動して登って降りて移動して登って降りてがなくなる。ああ、まあ楽だよね。材料とか段取りに取れてとん。足元のやつ取れんでしょ。取れないっす。あ、自分やってどうぞ。自分ってやったらやばいじゃんそれ。今日まあこういう打診棒っていうのがあるんで、うん、まあ、打診棒じゃなくてもいいんですけど、皮付きとかでも全然いいんですけど、うん、このタイルのところをこうやって転がして、うん、これまあ今一定の音っていうか、うんうん、なんですけど、浮いとるとこの音と、うん、この音、うん、高い音、ね、お、全然違う。高い音、この高い音が鳴ってるところがタイル浮いてますよってことなんですよ。マスオさんみたいな。マスオさんって、そんなマスオさんこんな。あ、結構浮いてるの。これ何じゃ、工事に頼まれとんの。足場かかっとるの実際。いや、もともとタイルは触らないっていう話なんですけど、うん、まあ、足場組んどる時しかできないじゃないですか、うんうん、もし張り替えるとかになった時に、うんうん、だからまあ、じゃあタイルはある程度ちょっと検査をしてほしいっていう話で、うん、まあ、じゃあやりますねっていうので、まあやってるって感じです。で、この浮いてるところが多ければ多いほど、うん、タイルが落ちる危険性があったりとかするんで、うんうん、で、これ今1階でやってますけど、多分上の方が多分多いんですよ、浮いてる数は。多分なんで絶対的に上の方が雨、屋上水溜まったりするんで、水伝うのが上の方が早いじゃないですか。あ、まあそうだね。で、下の方が遅いんで、うん、基本的には上の方が多いんですよ、うんうん、
お前仕事話してると本当に息きつとんな。なあ、こいつ、だいたいつまらんけど、カメラも、だいたいつまらんけど、なんか仕事の話じゃん。めちゃくちゃ生き生きしようじゃん。生き生きはしないです。何？だって説明できないですもん。この人。めちゃくちゃ嬉しそうじゃん、お前。お前でも教えてもらったんだろ、今それ。はい。もう大体分かったの？まあ、一応音、高い音。だけど、どうやって音でそれ、あの、印つけていかんとわからないの。あんまりにも多かったら、プロの職人さんに頼みます。何を直しよう。注入した方がいいのか、交換した方がいいのか。そこの判断。ああ。だけど、交換はいかんだろう。え？交換はセンスねえだろ。センスない。色変わるやん。なんで、まあ、金色になっちゃいますね。だろう。絶対違うだろう。同じものがあればいいですけど。ビタッと合わんだろう。ビタッと合わないです。合わせると気持ちは気持ちいいやん。これ一個一個でも僕も勉強なんちゃんと聞いてるんで。聞いてないお前。全然聞いてない。カメラ目線95とか。カメラ見てない。じゃあカメラ目線じゃなくてカメラ意識半端ない。ちょっと上げてください。いやアピールはそうですね。ちゃんと聞いてます。見てて気持ち悪いなお前。はい、ほんでなんでこれ結構浮いとんの。どれぐらいのそれやったらあんまなかった。いや思われます。これ全然違うよ。僕やってみたい。これ浮いてない。うん。これ浮いてる。わあ。全然音が違うっす。全然。それを基本的にはどうやって直すかっていうのが注入っていう方法と、まあ、タイル交換。注入とタイル交換っていう。でも注入だったらどういうこと注入って。大体注入ってな、俺ら足場組はいやらしいことしか考えないよな。注入って。注入か挿入っすね。全然聞いてねえやん、人の話。え多分、ちょっと、あ、浮いてます。浮いてる。中継浮いてます。ヌーさん浮いてます。仕事の話だったらめちゃくちゃ生き生きしそうね。浮いてます。あ、なるほどな。これが、ね。で、これはまあ、見積もりには入ってないな、現状。現状はやらなくていいよっていう。まあ、一応案内だけはしますぐらいな。そうです。まあ、これぐらいかかるかもって。あ、お前やっていい？ああ、そうだな。全然それ浮いてないから浮いてないからそれ浮いてない今のこれ、あ、全然違う。あ、舐めてった方がいいよね。そこ俺今やったとこ他を探すってこと。呼吸があったらあかんよ。はい、打ったほうから。あ、それもちょっと浮いてる。引っ掛け今、いや、その下、下の下ぐらい、そこ浮いてない。すごいね、お前、すぐ分かるんだって。手食べるの手プロやん。マジプロだね、お前。そう。頭当たってるとこで分かるじゃないですか。あ、これ浮いてます。あ、ほんとだ。じゃあ、こすって、こすって。違うとこで浮いてる。お前、下手だよ、勝利変わってるんだよ。ちょっと視聴者分からんわ、お前。これ多分1枚なんでやりづらいですけど、これ浮いてないですけど。うん、浮いてないね。お前全然やだ。お前も聞いとってあんまり分かってないから気づかずあーって抜けてっちゃうからお前あんなんだったら、はい、全然違うよ。これでも全然違いますよ。あ、本当だ。こもった音か高い音か。ああ、やっぱ隙間が空いてるもんで、その空気が通るもんで太鼓みたいな原理になるってことだろう。そうそうです。地べた叩いてるよりも浮いてるもんで。そうです。身が詰まってないっていうか、うん、まあまあそうだな。そんな感じですね。空洞ってことですかね。そうそうそう。何でもいいで喋りゃいいと思ってたろお前ってアホやなあいつちょっと結構頑張っちゃうんですよ。頑張ってなんかどうやら喋りゃいいと思って気持ち悪いなお前マジで気持ち悪いんだけど俺ちょっと外行こう外これ今日張り切ってお前ちょっと待ってけどこれ作ってもらったらパーケーって書いたやつこれ可愛くないコラーコラーってやってるなコラーだろコラーコラーだろ俺コラー言っとる。はい。こっち向き。片付きもすごいな、やっぱ。やっぱできるでしょ、もうほんとピシャーとこうやってな。これじゃこれ、うん整理整頓なさい。これ、視聴者の皆さん、朝じゃないでね、これ。朝か帰りじゃないでね。途中だね、作業の途中だね。すごいな、あの人な。ちょ、マジで高いだよ、あの人。まあまあいい人紹介してもらったよな。はい、森川。どう、はい、管理何ヶ月目もう2ヶ月ですね。もう何件か現場観光したのお前自分管理で観光は2件あ2件管理した、はい、でここもお前が助担当だなんでやり方教えたんだ結構あるよな正面全体あるからな、はい、それ自分でやってくる付箋とか貼ってかんだいやもうあの量が多かったらもうたまります
ああ逆に。そうです。ああ業者頼んで。急に頼んで何も浮いてなかったってなっちゃうとあれなんで。ああそれですごいね。めちゃくちゃ仕事してるよお前ら。当たりだけさ見てであんまり多いようだったらもう頼んで。うんこいつの顔ちゃんとキモくないマジキモくない何かてやカメラです意識なのかな意識が下手めちゃくちゃ意識してるけどそういう感じじゃないから俺めちゃくちゃなんかつらえるんだけどいやそれがまた面白いと思ってデザートかわいいかわいい路線狙っとんまず案外こういうやつこれ分かるもんそんな嬉しくないですよいやいや分かる分かるお前かわいい路線いや翔くん結構かわいいとかあるよねって視聴者に言われるという嫁さんいるんですそういうのそれも狙いだろそれを作ることによってああそうやって言われるああでそれを言われた時が今の嫁さんいるんでっていうのまで全部計算でストーリーストーリーだろお前自分の中で作ってるんですよやばいわやばいわまあじゃあ以上ですねはいじゃあまた足場じゃなくて現場管理はいプラス営業、はい、以上になりますはいせーのお疲れ様です。あ、三田橋さんどこ行ったんだろうな。あ、ご飯行った。どこ行った？飯や。